オリー・ハルソールはギタリスト、パトゥ、ボクサー、ケビン・エアーズとのコラボレーションなどでよく知られている。彼がオリーという名で知られているのは彼の名字から H を省略した発音の特例的な表現から来ている。ハルソールは左利きのギタリストだった。マージーサイドメトロポリタンボロー・オブ・セフトンのサウスポート出身。1966年10月、オリー・ハルソールは ポップロックバンドのタイムボックスでビブラフォンを演奏するためにロンドンにやってきた。ハルソウルはそこでギタリストとしても参加することになり、ボーカルにマイク・パトゥがドラマーに提督ジョン・ハルシーが据えられた。1970年ホームズ脱退を受けてタイムボックスは新たなバンドパトゥに発展した。ハルソウルのギターをフィーチャーした。 プログレッシブジャズロックというような音楽を彼らは演奏した。1973年、ハルソウルはジョン・ハイズマンのテンペストに加入するためバンドを離れた。1年と経たずにテンペストを脱退し、膨大なセッションワークをこなしたが、その中にはケビン・エアーズとのセッションも含まれており、これがきっかけとなってエアーズのバンド、ソポリフィックスのギタリストとしてのパーマネントなポジションを得た。 この頃、ミック・テイラーが脱退したローリング・ストーンズから公認としての可能性を考慮されたと言われている。1975年、パトゥは3つの事前コンサートのために再結成され、ステージを踏む。ハル・ソウルとマイク・パトゥの再会は、1975年、新バンドのボクサーへ発展した。ボクサーは、バージン・レコードとの契約半ば、1979年に、 マイクパトゥが亡くなったこともあり、その本当のポテンシャルを発揮できなかったとされている。彼らはデビューアルバムであるビロー・ザ・ベルトと議論を巻き起こしたそのジャケットデザインで知られている。皮肉なことに彼は決してちゃんとクレジットされていなかったのだが、おそらくハルソールの録音として最もよく知られているのは1978年リリースのアルバムザ・ラトルズにおけるものだろう。 アルバムでは、たくさんの楽器を演奏し、リードボーカルや、バックボーカルも担当している。特筆すべき曲としては、ダブルバックアレー、ウィズアガール、ライクユー、ゲットアップアゴーガール。ハルソウルの立ち位置は、ラトルズのフィルムで、エリック・アイドルが演じるポール・マッカートニーのパロディキャラ、ダーク・マクイックリーの歌声と、楽曲のギター演奏だった。映像の中で、ハルソウルは、 ラトルズデビュー以前のハンブルクで迷子になる5人目の初期、メンバー、レポという役どころで写真のみ出演している。1976年、ハルソールは、ケビン・エアーズのバンドに再加入。エアーズとの関係は16年にわたり続くことになった。エアーズと時間を過ごすため、彼は、スペインのマヨルカ東北部の町、テアによく滞在し、多くのスペインのアーティストと演奏したりプロデュースを、 するために、今度のマドリードに通った。80年代、女性ボーカリストのザンラ・グレッグマーと一緒に、プロデューサーのジュリー・アン・ルイズが企画した、スペインのシンセポップバンド、シネマズ・ポップに参加した。ロバート・フリップのプロデュースによるソロアルバムを完成させていたが、未だリリースはされていない。1992年5月29日、スペインのマドリード、アマルグラ番通りにて、 ドラッグによる心臓発作で亡くなった。ハルソールについては、アルビン・ビー、ビルネルソン、アラン・ホールズワース、チープ・トリックのギタリスト、リック・ニール・センダが彼から影響を受けたと評している。エクスタシーのアンディ・パートリッチは、彼が影響されたトップ3のうちの一人として、ハルソールを挙げている。彼の弾くギターは、アルバート・アイラーやジョン・コルトレーンのように、あるいはもっと、 流れるように弾くピアニストのように聞こえたんだと言っている。ありがとうございます。